これ、ひげがよう映るな。これ、ひげがすごい。もう見えるわ。ちょっと超えたかな。おいでね、今72。でね、ちょっとこれも髪が見えるな、これ。髪抜けてね。これよくヤーサーに間違えるらしいわ。よくヤーサーに間違えるらしいけどね、スキンヘッドになったら、これ函館一のフルやから、そういう段は A として。今後すること。以上か。まあ、今日はね、気持ちがなんか違いますわ。だから、食い物と、今月ね、よく考えたらね、5万から6万、6万で食ってますわ。タバコ込みで。今日が24日でしょ。ほいで、あとね、1週間ぐらいしたら金入ってくるでしょ、5万円。ほいで、なぜ絶好調かというとね、何べんも言うけど、ヤフオクとかできるでしょ。多分リースでもできると。俺全部ブラックやからね。ほいで、ブラックね、一回、電話、どっか森口やね、8年で取ったらね、上等公園で取ったらね。ほいで、今度新今宮の、今宮の辺にね、支店出す言うてね、今度またブラックなって一回電話代払わなかった。もう一回電話したらこうと思って、そしたら潰れてましたわ。で、この頃ね、サラ金がね、一個ね、もう一個借りるんだな。サラ金がね、一個ね、入っとったんだよ、ポストに。普通ね、ポスト入っとったらね、こっち開いてね、見んのやけどね、この玄関に入ってるんですよ、玄関にね。いいところまで、玄関にね。ほいで、入っとったの、電話したらね、2万で3万でした。で、普通はね、ちょっと時速高いみたいだけど、俺は、友達に金借りるとき、まあ、貸してくれん場合だから、1万の場合、5000円で時速つけるって、連れがね、そんなことすんないよって言ったけど、俺にしたらなんともない。だからそういう感じで、これ途中からこれ変わると、